もしや明智。今の自分は一介の僧、天海でござる。こたびの要件は他ならぬ藤吉郎のことです。増長止まらぬ藤吉郎は霊石を集め過酷な攻勢に出ております。結構なお味でした。畿内と北陸をほぼ制圧、次は紀州、四国、東海へ軍を進めるかと。このままじゃ荒れる一方ね。さよう。この国は滅ぶやもしれませぬ。じゃあそろそろ反撃を始める。家康殿は先に打って出られました。決戦の地は小牧長久手になりましょう。利休と申します。なんとか藤吉郎殿を止めてくなはれ。私めも全力で後押しさせてもらいます。利休殿は拙僧と同じく陰陽の道に通ずるお方。こちらは利休殿からの選別、ぜひお役立てくだされ。家康殿が寡兵ながらも奮戦し敵の主力を引きつけております。この隙に敵の総大将藤吉郎を討つのです。秀千代殿であれば必ずや果たせましょう。何やら火薬の匂いが。どのような仕掛けがあるやもしれぬ。気を緩めず進むがよい。Okay.
したな、秀千代殿。お主を待っておった。この先はさらに厳しい戦いになるはず。一人では心もとなかろう。わしも共に参る。連れ立っておっては敵に囲まれる。二手に分かれよう。わしは残って敵の足並みを乱す。お主はこのまま攻め入れ。休む暇はない。行こうぞ。
連れ立っておっては休む暇を。気が濃くなってきよったの。藤吉郎を止めねばこの国は闇に包まれてしまおう。手遅れとなる前に急ぐがよいぞ。茶も出せんが、まあゆっくりしていけ。お前と俺は二人で秀吉天下を取ったらこの国を半分やる。どうだ。では官位はどうだ。あの信長と同じ右大臣くらいで。価値がわからんとは所詮あやかしか。じゃあやっぱりこれか。欲しかったら拾え。強情なやつだな。だが死ぬやつには何もやらん。
まだだ。あれがあれば俺は。